お疲れ様です。ロットです。というわけで、今回ね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はこちらのおしゃれキョスケ取るね、ホグデッキをね、使っていこうかなと思います。まあ、最近キョスケホグ、ちょっと、なんかね、人気になってますけど、まあ、それとはね、また形が違って、結構前にね、この、トルネ入りのキョスケホグも流行ったんですよね。で、多分ミニペがボムタワーだったんですけど、はい、そこちょっと最近ミニペが輝いてるんで、ミニペに勝手にいじって、まあ、あとはトルネマジアチャですね。クラロワ城多分マジ最強戦術まであるんですね。これ合わされば。マジで何か出てきたのトルネですって、こうタワー、マジアチャがタワーにね、こう、マジアチャとタワーの間にユニットやったら絶対にね、マジアチャで射抜けるんで、まあ、最後の、はい、決めきるっていうのではトルネマジアチャ最強かなと。思いますって感じで、やっぱ男はおしゃれに決めたいよねっていうので、はい、おしゃれにこだわってやっていきます。今日だけですね。で、今日なんですけど、8000大会があったんですね、予選。はい。で、多分この動画上がってる夜に、8000大会のね、決勝トーナメントあるんで、マジでね、こう、時間わかんねえですけど、まあ、夜ですね、あるんで、マジでこれ見た方がいいですね、マジで。もうめっちゃハイレベルだと思いますね。ちなみに僕も出るんでね。はい。マジで。頑張るんで、よければ見てもらえればいいんですけど、まあそのね、予選の話とかもできたらいいかなって感じで、今日やります。まあルールとか知らない方は、ちょっとね、Twitter とかで見てもらえるとありがたいんですけど、またほとんどの方知ってますよね、間違いなく。まあ8000人いった日本人24人が集まって、その最強を決めるって感じですね、言っちゃうと。で、今、上位8人が決まったって感じで、なんとか上位8人に残れました、という感じです。これちょっとなんか止めにくいな、これ。ミニペムートに戻んねえかな。おい。いい。めっちゃいい。はいはいはい。というわけで、予選は僕は、誰やったかな？バナさんやりましたね。5例。すごい、81いってる方っすね。と、グリコさん。僕今回グループでグリコさんにだけ負けたんですよね。グリコさんが2-0ストレート負けしましたね。2-0でグリコさんにストレートして負けして、グリコさん以外のみんなには一応ね2-0で今回勝ったんですよね。っていう結構ねこう好調なね、予選いきりしてるんですけど、僕今んとこねそう結構ね、いい感じで、こう予選のセットの、今回僕4勝1敗かな、予選は。誰だったっけマジ覚えてないんだけど。ケイシー・レントさん、スケラの方、バナさんで5例でしょ、グリコさんで白撃、マッツ2さんでジャイプリプリ、ゴブジャイプリプリの方だ。この人ね、めちゃくちゃうまかったんですよ、ゴブジャイの使い方が。そんな守り方あんのみたいな感じのことしてたんで、結構ね、あの人はすげえなと思いました、見てて。なんか、うまかったなって。はい、方と、もう一人な。だから、忘れてた曲失礼なんですよね。マジで、思い出せね。自分言って6人ですからね。まあ、っていうわけで、そんな感じで、あ、カセさんだ。ウォールブレイカーの方だ。そう、その人もマジアチャウォールブレイカーはめっちゃうまいんですよね。なんで、こういうとこっすね、これ。これでもね、そっちに行っちゃったらあれなんですけど、これもう最強戦術、これ。これで、待って、センスねかった、俺。角度を変えちゃったよ、自分でって感じなんですけど、まあそんなね、8000オーバー、8000いってる化け物の人たちと、今回戦って、やってきて、グリコさんに 2-0 で負け、それ以外の方に 2-0 で勝ち、今回本戦で、まだ組み合わせがね、決まってないんですよね。その組み合わせが、まあ、予選結構勝てたのは、言ったら得意デッキが各こう、やっぱマルチだと、こうみんなこのデッキがあるわけで、言ったら僕らプロは去年とかもう一昨年とか何年間こういろんなデッキ練習して、まあ幅とかもですし、やっぱデッキ戦術のこう考え方とかもあったんで、それはちょっと有利かなっていうのはやっぱ若干ありましたね。まあそういう面でね、なんかラッキーで 2-0 とかで結構いい感じに勝てたのかなと、はい、思ってるんですけど、よいしょ。これキョスケつなげてホグ出してきゃなんとかなるんじゃねって感じ。ペッカくらいかな。おい。ペッカ多いっすね。あ、待って、いて、殴るな、お前。キョスケの爆破にゴースト来てほしいけど、来ないっすね。はい。まあそんな感じで、まあ次ですね、こっからですね、やっぱ。こっからですよね、1戦目にマジで誰とするかほんとわかんないですから。ダニーパイセンとか、焼き鳥と1戦目からね、する可能性も全然あるんだね。あ、ちょっと勝ちたいですね。あとは、右グリはじめさん、あとスターリーさんか、とハデハネさんかな ?8 人、決勝トーナメント。あ、今言ったメンツ。まあ、上の、トロ高い三重士がいるんですよ、日本には。こう、麦炭、はじめさん、グリコか、グリコさん。そこのね、トロ高い OP30 種勝ちたいですね。はじめ社長さんは、はじめさんには、レッドブルの大会で負けたし、グリコさんには今回負けたし、麦炭はね、あんまやったことないですから、前、あれだ、BO3 とか取って負けたんだ。みんなに一回負けてるんで、ちょっと今回ね、借りを返したいですね。っていう思いをね、持ちつつ、はい、マジで勝ちたいですね、本当に。のが、まあ、今宵あるんでね、この動画が上がってる日に。マジで見てくれって感じですね。よいしょ。やべ。これちょっとやべ。うん、なんか。もうちょっと綺麗に攻めたいですね。ホグ飛ばしていいな、もっと。ギャンギャンね。ペックが多分一番辛いんじゃないかなって俺思うんだ、これ。お前飛ぶなよ。お前飛ぶやんけ、絶対。すぐ飛ぶやん。これ一回後ろっすね。エレキかなんかで余裕で防衛されちゃう。これザッパ早かったら怖い。あ、これ美味しい。はい、うわぁ。やべ、射抜かれる。危ない危ない。これ気をつけな爆破でなんとかなんねえか。なんとかなりそうだよね。これマジでやばい。格闘技される。よし、待って、待って、格闘技される。うん、格闘技されてる。あーん。いや、ワンチャン相手の、その、あ、終わった。いや、僕はペッカちょっとキチちゃんですね。ハネハネさん的に言うとね。はい。今夜は8000大会あるんで、マジでこう見た方がいいですね。結構こう、本当に、まあ、マルチの上位の人たちの試合、僕も見たいですからね、言っちゃうと。はあ、やっぱり注目はそこですかね。ミキさん、グルコさん、はじめさん。頭一つ抜けてる気がしますからね、そこは。間違いなく。よいしょ。まあそこに僕らがね、ちょっと、倒したいっすね。この、経験と、どうにか、気合で。勝てたらいいなと思います。はい、今宵です。まあ、そんな感じで、やっていきますか。ちょっと負けちゃった。よくね、スパーキー来た。うわ、スパーキーね、なんか、12勝増えてるっぽい。ケンツもスパーキーで12勝してたし、なんか他の形、なんか最近雪玉タルババが多かったんですよね。スパーキーに対してなんか、あんまなかったんで、スパーキーが増えてきました。あ、これマジでちょっと下手くそだ。ごめんなさい。こういうことっすね、言っちゃうと。これで、射抜いて、キョスケの爆破で、はい、おっぱっぴー。よいしょ。いや、こういうことなんですね。キョスケがね、最近評価されてきてますね。なんか、使ってて楽しいですよね。マジアチャみたいな感じです。まあ、ちょっとむずいですけど。雪玉とかかな、これ。うえ、最悪。一番違う、俺の思ってたの。ザップ。ミリピンマスクザップスパーキーですね。あれだ。これクエイクだ。ダックプリ入ってるだと。そう、クエイクザップ、ダックプリミニペっていうメガナイト大嫌いデッキですね。まあでも、スパーキーの突破がむずいんですけど、まあやっぱマジアチェトルネですよね。鍵は。本当に鍵はマジアチェトルネで、あとはまあタワーダメージはスパーキー側には入らないんで、多分逆算やっていった方がいいかな、これ。あと相手はクエイクザップのトルネなかったと思うんで、よいしょ。まあ、射抜いて、オッケーオッケー。いや、これ美味しい。もう射抜いて、これ角度変わっちゃうんだよな。角度。あ、待って、やばい。ういいや、これなんかつれ。めっちゃつれ。あ、これクエイク。うめえ。これも防衛めっちゃうめえ。しかも砲手が下がってからのやりこぶり。しかもアイスイズでキングギド。これマジでたまたま。いや、これ強要する。で、ここで、飛ばしてからのなんか来る、射抜く。あーで、ここのミリペは許容しようと思ったんですけど、なんか来ちゃいましたね。うわー、なんかすげえ攻めしてきますね、相手も。うわー、嫌っすね、こういうの。これやりゴブで受けてもザップ来るのちょっと怖いんで、こっちで受けつつ、こっちに形を組んでいきましょう。はいはいはい。ここはこのマジアチャでマスケットを射抜いていく。これ大事っすね。まあ、あんま意味ねえか。あ、散ってほしいな、あいつ。うわ、やべ。キックやべ。危ねえ。どっちもやべ。でもこれは許容っすね。両サイ許容で、ワンチャン。うわ。あ、待って、これ、見て。めっちゃいくね。なんか、雰囲気だけ。あ、でもお前。あー、気をつけ。ちょっと、なんでそっち行くかな、マジで。本当にそっち行かないで。相手できる、これ、結構面白い。いや、でもね、これね、ワンチャンある、マジで。お前残る？残ったらいい。残ったらマスケだけ誘拐してくれ。いやー、なんでこんな激アツな試合してんだろう。さあ、ちょっと怖いですね。ホグ飛ばしたいんですけど、ワンパンできないのと、ここで絶対ジャイ釣りが来るんですよね、多分。どうなんだろう、来ないか。あ、ちょっとしちゃったかも。あ、終わる？いや。俺は耐えるけどね。はい、お疲れ。いや、耐えるよ、これは。耐えるよ、マジで。こういうことなんですよ、僕がさっき言った、おしゃれトルネが最強っていうのは。え、マジでワンチャル。え？マジでワンチャル。本当に。待って、マジでワンチャル。本当に。ほら。え？もうこういうことなんですね。だから。危ねえ。正直負けたと思った。マジで。これ今ちょっとね、負けたらね、ワンチャンと僕ボスになっちゃうんじゃねえかっていうような、こう考えてる最中で、はい、勝ちをもぎり取りましたね。はい。危ねえっていうわけで、まあ、最後の最後困ったらマジアチュートルネにしとけばね。さっきみたいな奇跡が生まれます。まあちょっと勝ち方汚かったっすけど、もっとおしゃれに綺麗にね、勝てたら、ああ、よかったかなと思いますって感じで、まあこれ、よければお使いください。あんまおすすめしないけど、なんかおすすめしないけど、使いにくいかもしれないんですけど、まあ、マジアチャトルネは結構ね、ウォールブレーカーデッキでもあるんですけど、はい。結構使ってて、最後の最後の大逆転とかあって面白いと思うんで、はい、よければお使いくださいというわけで、8000大会応援お願いします。頑張ります。では、ご視聴あずました。つばいです。バイバイ。